椿、渚、二人ともジャムは好きかな。ジャム？まあ好きだけど。唐突だな葵、どうしたんだ。あら、新作？新作？ああ、ごめん、いきなりすぎてわけわからなかったよね。前にジャムを作るのが趣味だって話したでしょ。時々家で作るんだけど、一人じゃ食べきれなくて。だから、よかったらもらってほしいんだ。ジャムを手作りなんてすごいわよね。すごくはないよ。本当、ただの趣味の範囲だから。苦手だったら遠慮なく断って。はいはい、私欲しい、食べたい。私も、葵の作るジャム、気になるもの。ありがとう。じゃあこれ。はい、黄色も。ありがとう、葵くん。葵くんのジャム、私いつも楽しみにしてるのよ。黄色がそんな風に言うってことは、絶対にうまいじゃん。今日の帰り、パン買ってこ。わあ、でもジャムならスコーンとかもいいよな。お菓子のクラッカーにも合うわよ。ちょっとしたおつまみって感じで。あとジャムは紅茶と一緒に飲むのもおすすめかな。一緒にってことは入れて飲むってこと？それもいいけど、添えても美味しいわ。ロシアンティーね。ロシアンティー？ロシアではジャムを入れるんじゃなくて、ジャムを口に含みながら紅茶を飲んだりするんだ。へえ、試してみるわね。帰りにジャムに合う食材をみんなで買いに行きましょう。おすすめの紅茶とかもあったら教えて。うん、もちろん。葵、ジャムすっごく美味しかったわ。手作りだなんて信じられないくらい。早速食べてくれたんだ、ありがとう。私は今朝食パンに塗ったわ。私なんて昨日パンとスコーンとクラッカーに乗せて食べたぜ。残りもう瓶半分くらいになっちゃった。早すぎない？だって全然止まんなくて。そう言ってもらえると作った甲斐があるよ。なあ葵、またジャム作ったらくれる？いいや。どうしようかな。葵くん、ヒロ。真剣な顔してスマホ見てたみたいだけど、次の瀬取りって、あら、ジャムのレシピ。渚と次のジャムの約束をしたからね。何を作ろうか考えてたんだ。何のジャムだったら喜んでくれるかな。葵くんの作るジャムだったら、渚ちゃん何でも喜びそうよね。だけどそういう意味では、野菜がジャムにできたら渚ちゃんも美味しく食べてくれるかも。なのに、食べられないわけじゃないけど、好きでもないみたいじゃない？野菜ジャムも作れるよ。え、そうなの？ほら、かぼちゃとかパプリカとか。逆に野菜の場合はジャムしか作れないんだけど。ジャムしか？ああ、マーマレードは作れないってこと。マーマレードは柑橘類の実や皮も入れて作るものだから。あまり深く考えたことなかったけど、ジャムとマーマレードの違いってそういうことだったのね。マーマレードの方が栄養価は高いんだけど、皮が入る分ジャムより少し苦味があったりするかな。あとジャムの方が歴史も深いんだよ。石器時代から保存食として使われていたって言われてるくらいだから。野菜ジャムか。うん、いいね。自分もまだ作ったことがないから楽しみになってきた。